広島市立広島中等教育学校は、広島県広島市朝北区山、入東一丁目にある、公立中等教育学校。2014年4月1日に開校した。広島県では、最初の中等教育学校中高一貫校である。略称は、四広前身は、広島市立朝北中学校、高等学校。将来、 グローバル社会でリーダーとして人々の幸福に貢献できる人物を育成することを目標としている。リーダーシップ教育、伝統文化の継承、品格の育成、知的探求活動、コミュニケーション能力の育成を目指す立志プロジェクトを推進している。6年間の教育活動を3つのステージに分けている。ファーストステージ、セカンドステージ、ファイナルステージ、 学力、進学力の向上に関しては、少人数クラス編成、前期課程から後期課程の授業を前倒しで実施、修熟度別授業、補修授業を特色としている。3泊4日の日程で、専門研修施設、ブリティッシュヒルズでオールイングリッシュの生活を行う。7泊8日の日程で、オーストラリアのブリズベンシドニーで行う。ホームステイを行い、現地校に、 数学の高校へ通学する。現地校では、バディの生徒と交流を深める。DC プロジェクトの集大成として位置づけられており、日本文化の発信や平和交流なども行う。最終日は、シドニー自由研修を行う。リーダーシップアイデンティティサーチインターナショナルの、戦闘の文字を用いて、DC プロジェクトという、開校時より教育の柱となっている。 リーダーシップ縦割り活動を重視したリーダーシップ育成を行う。アイデンティティ作動などを通じて日本人としての意識を高める。サーチ定学年より仮説設定や論理的に検証する方法の学習を行い4年生で全員が論文を作成する。インターナショナル国際理解教育を重視する。海外との交流も盛んである。 平成元年より ALT3 人体制となっている。1年生から3年生まで週1時間程度実施される。英語の本を辞書なしで読む学習法。最初は絵本から初めて絵からストーリーを想像することで英文を理解していく。英語を日本語に訳さずに理解することが目標。3年生の1月から4年生の終わりまでの約1年間をかけて、 各自が設定したテーマを研究する。成果は論文にまとめるとともにパワーポイントを用いて発表する。二学期制であり、前期を1セメスター、後期を2セメスターと呼称する。ありがとうございます。